そ昨日はありがとうね。あら昨日カメ子さんありがとうございました。あどうしよう、あれ忘れた。初ショールームありがとう、来てくれて。ありがとう、昨日3階席からありがとうね。いや本当にちょっと衝撃的なぐらい視力がいいのでいっぱい見えたよ。やっぱ黄色と赤のペンライトなんか見やすい。叫んだありがとうね。よし結婚してこちらこそ。もやしなのさんありがとう。かんちゃんありがとう。アマルル、アマルルがさん結婚はできません。こちらこそ。おふかせくんありがとう。ちっちありがとう。ともくん、ともくんの名前があれ、あサボり間違えた。なりた誕生日祝ってもらう、え本当覚えてるよ。誕生日スケートブックじゃなくてスケッチブック。何さんいる。うん、ああよかったありがとう。3階席まで本当いっぱい見たよ。3階席も名前呼んでるなちゃん。スパニッキーありがとう、ありがとうございました。ありがとうね。タカさん、タカさん元気だった、元気だった、どうしてた。タカさんさん、リータロさんありがとう。京太さんありがとう。一番楽しかった曲、楽しい、楽しいでしょ、楽しいか。でもね、なんか昨日さメンバーがやっぱいろいろはけたりとかもあったりして、なんかはけたりとかがあって、でライオンの頭の方で優香がはけてたこと、優香多分イヤモニとかの都合で一瞬はけたんですよ。本当に一瞬で、そのいない時に多分サビ前にはいたんですけど、でいなくって、で私マジで勘違いしてしまって、一番の魂で叫べサビ歌ってるからさ、そんなわけないのに冷静に考えて、前直前だから、で一番の魂で叫べが優香だと思って、優香がいないと思って思いっきり歌ったらリコの魂で叫べで、本当にの楽屋帰って激謝りしました。ジュリーちゃんのイヤモニはね、不調じゃなくって、あの昼公演でなんか汗めっちゃかいて、しかもちゃんとテープで止めてなかったんですよ昼公演の時で。そしたらもう超取れちゃって、もう一歩動いたら取れちゃうっていう感じで、そうほんとマジ悔しくてって感じ。そうなのよ。ウィンク見た、そうなのよ。裏でどうしましょうって言って、うん、ありがとうございます。3回でも勝った本当いいんだか悪いんだか、うん、本当は3回ちゃうんだけど本当は良かった、何よりだよ。なんでこういう名前になってるの、英語読めない。ぷにょくんありがとう。くもくもじゃないくま。え絶対見てるよ私、ほんとに2階席とかめっちゃ見たよ。
チュリちゃん何に来るんですか、冬コンですか、冬コンって言うんですか、冬のコンサートのこと。勉強になります。ももきゅんさん、スパニキー、ありがとう。いっぱいいっぱいいっぱい席じゃない、一階席も見たよ。本当？嬉しいよ。え、ね、オーナイトメさんさ、何の時に3階席にいた？あの昼かな、じゃあ。ね、1階席で見たの青なぎためさんじゃないのかな。夜公演、確かに、うん、夜公演かな。ロンちゃんありがとう。あ、昼か、昼だ、昼か。あのトロッコで私近く通りました。ゆうゆうくんありがとう。気づいたら押してた。ジュリーの1話を、うん、いい傾向にありますね。本当ありがとう、いっぱい振ってくれたの、ありがとうね。うん、うん、嬉しいね。社員さんありがとう。目が乾いた。暗闇最後のありがとうございます、ありがとう。あ、サイネさん虹ありがとうさん、暗闇ありがとうございます。超いい曲。画角が、ありがとうございます。フラジル聞けて本当よかったよ。そう傾いてた。アンさんありがとう。アンさん口から尻運言ありがとうございます。うん、うん、こちらこそ。あ、けいかちゃんありがとう。あ、あくまありがとう。そうだよ、きっとレノンと手をブンブンに回しております。うんうんうん、手をね、にさびでうんふんふんってブンブン振ってるんだよ。人生初のライブが似合っちゃって、嬉しい、またぜひ来て、ありがとうれいなちゃん、よかった、人生初だってよ。もぴたんやだ、じゃあこのこれにしとくね。ありがとう。ギゴニートさん、絶対読み方違うね、ありがとう。ジュナちゃんなんかすごいクマ、ありがとう。ノーリスク、あ、そういうこと、ありがとう。うん、うん、今日2回目振り付けの話してた、何の話してた、葵ちゃんとの歌唱パート、どこ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 、いっぱいあるよ、どこどこどこ。本当よかったよ。本当よすけさん、まだ沼ハマってってくれた、もういないかもって思ってたよ。長さんありがとう。な、ななな、今な、ななちゃん嬉しい、ホストコンサートで好きになっちゃった、うん、だってありがとう。うん、ありがとう。ななさんが続いてる、全力で押してくだって、ありがとう。初ニヤジョイ嬉しいよ。あ、ウニちゃん、これちゃんで合ってんのかな、うん、さっきもありがとう。君の音だと本当、え、本当ですか、で、君音本当ですか、本当ですか。スカイさんありがとうございます。吉高さんありがとう。ぷにょくんありがとう。え、
ちょっと聞いてください聞いてください。ちょっと待って、あ、ちょっと喋るってなったらちょっと熱すぎる。あのね、うん、ルナちゃんそう、あのね、ちょ、聞いてください聞いてください。あのね、本番前、あのミレイさんが連絡をくださって、で、あの前日の夜にあのキラリさんのセンター曲のフロアキラーが MV が公開されたじゃないですか。でめっちゃ好きで、私の家でめっちゃ盛り上がってたんですよ、みんなで。でそのままあのキラリさんに連絡させていただいて、めちゃめちゃ好きでみたいな、もう勝手に連絡をさせていただいたんですよ。でそう、連絡をさせていただいたら、明日頑張ってねっていう風におっしゃってくださって、嬉しくて、ね、本番ほんと直前にあのミレイさんがあの連絡をくださって、頑張ってねみたいなくださって、で終わった後も見つけましたみたいな話をしたり、で、あと今日あのももきゅんさんがすごい長文のすごい長文の連絡をくださって、もうほんと全部読み上げたいぐらい本当に優しくて、超ほんとすごい長文の、そうな、あの本当に長文で本当に優しくて、よかったよっていうのを言ってくださって、そうなんですよ、はじめまして、ありがとうそうなの、嬉しかったんですよ。そう、本当に優しかった、嬉しい嬉しい嬉しい。ヨムさん、マークもつけてくれてありがとうそうなんです、嬉しくて。あ、ザキヤマさん昨日見つけたよ、ありがとう。ケイカちゃんありがとう。そうなの、優しくて。あら、カメコ写真現像しながらスネイルさん、カメコさん、どうしてるんだろう、カメコさんって。なんか、どういう仕組みなんだろうってすごいいつも思ってる。そうなの、ね、ライオンの後ろの映像、それももかに言ってあげて、ももかが舌を出してる、ペロってやってるあのところがあって、それが可愛かったって今ももかに送ってみてください。恥ずかしがりそう、恥ずかしがるから、そうなんですよって感じ。テンコリ工場さんありがとう、りょうすけくんありがとう、みちるちゃんありがとう、ジュリーティアラ似合う、うん、直筆書いたよ、届いたのか、なあちゃんの声、ゆいとくん、りょうすけくんありがとう、ほんと、エグザルト、ほんと。アレンスの人生相談面白かったよ。撮影も。推し決めれてなかった。ほんとに？え、ライブの推しに決めてくれた人がいるのだ、もう嬉しいよ、なんて嬉しいだよ。あ、ボールのね、モルテンって書いてあったよね確か。え、すごい申し訳ない、サッカーボールかと思ったらバレーボールだったんだよね、すいませんでもなんかボールのね、ボードを持ってくださってる方がいて、思いっきり蹴るふりしたら打つ系だったっぽい真面目でありがとう、お花さん、ジュリちゃん推しです、だってナイスセンスだよ
あ、ハンドボールか。じゃあどっちにしろ大失敗じゃないか。のもきゅんさん、ありがとう。にゃんちゃん、にゃんちゃん、にゃんちゃん、ありがとう。ジュリーちゃん推し、唐突に始まります。ジュリーちゃん推し、手挙げて。お、なーい、聞こえた。すごーい、わー、すごい、すごい、すごい、あらまー、いっぱいいらっしゃる。マジ？すごい、今はーいって言った人、もれなくセンスいいです。この夏でだって、じゃあいい夏だったってことだ。あ、すみません、今来た何事。まあジュリー推しの人を、あの、手を挙げてっていう会話してたんですよ。みんないいぞ。ビブス、本当ありがとう。やっぱ見やすいね。気になってました。好きになってもっと、ね、そう、ビブス売り切れてたってことはさ、欲しかったってこと、もうそれだけでいいよっていう話。ビブス見つけやすいけど、うちわとかタオルとかでもね、2、3階席とかだとね、やっぱペンライト、あそこにジュリ推しがいるぞってなるよ。しほちゃん、けいかちゃん、ありがとう。で、そう、うちわもね、売り切れたみたいで、お母さんがそう言ってた、びっくりしたよ。売り切れてたんだけどね。夜最善で、あなたは。どんなうちわだと見つけやすい？でもね、なんかあんまりかぶってなくて、みんなと漢字の文字が、だから一文字でも、例えばジュリのジュでも見つけやすいし、間のアイでも見つけやすいし、ひらがなジュリとかでも何でも見つけやすいよ。見つけやすいというか、見つけますぞ。スイカさん、よかったぞ。見惚れるとか。1階のオペタク、見つけたかった、すまない。あら、実験で、お話し会行きたいだって。本当？行きたいだって。けいかちゃん、ありがとう。ノールスク、ノーリターン、ありがとう。かんちゃん、かんちゃんがキノコタワー、キノコタワーだって。キノコタワー、ありがとう。どういったお気持ちでタワーを投げてくださったんですか。あ、待って、 X してない、忘れてた。あ、どうしよう、ちょっと待って、一瞬待ってね、かんちゃん、ちょっと待ってね、かんちゃん、どういった感情で
はい、ツアー頼む、あ、ツアー頼む、ライブ頼む、ください。こちらこそ、かんちゃん、たくさん、かめこさん、ありがとう。かんちゃんがね、撮ってくれてる、あの、写真いっぱい保存してる、なんていうの、色彩とか、画質っていうの、画角っていうのがとても素敵です。ありがとう、また撮ってもらえるように頑張るね。いっぱい撮ってありがとう。一番あれかも、載せてくれてない写真多く。なんかさ、その私の写真を載せてくれるとさ、なぜ嬉しいかっていうとね、私をこうファインダー越しに追ってくれてたっていう事実、それが嬉しいですな。感謝です。お話し会待ってるよ。こないだじゃなくて昨日の感想も聞きたいし、いろんなことも聞きたいし、ルナちゃん、くまーん、ありがとう。お話し会話したい。私もさ、いつもさ、喋りすぎちゃうんだよね、お話し会。ちょっと悪い癖でした。喋りすぎちゃって、いつも残り2秒ぐらいで、残り2秒ぐらいで焦り始める。そうなの、いつも大好きっていうのを伝えたくて、ラスト 2,3 秒でで叫んで終わっちゃう。え、タメ口嬉しいよ、タメ口嬉しい、呼び捨て嬉しいよ。もっと話、もっと話そう、いっぱい話そう、話そう。ジュリーって呼んでるでしょ。なんと、よかったよ。お仕事頑張りますだって。無理せず。ありがとう。お話し会ね、いつもね、ちょっとテンションがおかしくて、前後、楽しみでテンションがおかしくて、終わった後も余韻でテンションがおかしくて、いつもスタッフさんに、なんかジュリちゃん、ジュリちゃん楽しそうで何よりって言われます。うん、そうね、お話し会お話しようよ。うわー、スカイさん。めっちゃ目覚め、スカイさん、スカイさん、キノコのタワー、ありがとう。スカイさん、ありがとうね、いつも。あら、スカイさん、昨日の俺だってなんでよ。ね、ちょっと詳しく、どういったお気持ちで、ちょっと詳しく、どういった感情でのタワーをくださったのでしょうか。お聞かせ願えますか。うん、めっちゃなんかさ、目あったよね、一回。めっちゃ分かりやすい時、分かりやすい時、何の時だっけな、なんかすごい、おおいおいみたいな、おいっすみたいな、なったよね。え、あったよね、うっす、おいおいみたいな。嬉しかったよ、スカイさん、ありがとう。昨日はこちらこそ、いつもありがとうね、ライブいっぱい来てくれて。あ、え、55分、55分、あ、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って待って待って、今週末のお話し会くれ、ほんと待ってるよ、待ってますよ、めちゃめちゃ。そうね、30分しかなかったから。あ、ルナちゃん、こんばんは、ありがとう。え、そうね、待って、早い早い、早すぎる早すぎる。スクショタイム、ちょっと待って、全然もうボサボサ頭だけど大丈夫そう。うん、少々少々。ちょっと乙女なんでね。
行くぞ。はい、なんかボサボサ、なんかボサボサだけどどうしたらいい。うん、うん、オッケー。うん、うん、終わりー、ありがとう。あれ、明日までお話し会の受付ありますかね。喉が鳴っちゃった。明日まで受付あるかな、お話し会。明日までじゃなかったっけ。この今見てくださった1385名の方全員が来てくださるのを待ってます。そう、あ、そうだよね、明日の13時まで全員来てください。行きます、本当に。すごい、ありがとう。13時までだ。1385名様、ごめん、いけんだって。そうなんだ、悲しい気持ちでいっぱいです。行っちゃうよ、だってよ、待ってるからね。待ってるよ、お話し会、ニコラブさんの方のお話し会。うん、会いに来て、ぜひだよ、待ってるからね。あ、ちょっと待って、壇上を読まなきゃ。行きます、行きます、行きます。13位、あつしさん。12位、野生のスパニキはキワマキカミズク、ありがとう。11位、のもきゅんさん、ありがとう。10位スカイブルーさん、ありがとう。9位ノーリスクノーリタン、ありがとう。8位リータロさん、ありがとう。7位シャインさん、ありがとう。6位アンナイトメさん、ありがとう。5位ツッチー、ありがとうね。4位ルナちゃん、ありがとう。3位けいかちゃん、ありがとう。2位かんちゃん、ありがとう。かんちゃんタワー、タワーどうやって表して、タワーもありがとう。1位スカイさん、ありがとう。タワーもすいません、ありがとうございました。お疲れ様。さっきコメントでお話し会行くよと言ってくださった方、覚えましたから、ね、名前覚えたからな。どう、イケボ、あ、違うか。うん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 、すごい、本当だ、怖い、怯えさせてる。現実捉えて撮ったやぞ。チリちゃんは魔法使いだ、サイン会やってた。いけてましたって、その猫ちゃんかわいい。モーニングコールいいよ、鼓膜をぶち破るつもりで、あ、10時過ぎてる、未成年なんだ。